FC ユニオールスーは、オーストリアの北部、オーバーエスターライヒ州のパッシングを本拠地としている、サッカークラブである。正式クラブ名は、アスコパッシング。またスポンサーだった投資会社スーパーフンドがクラブ名に、関されており、クラブのロゴなどでは、FC スーパーフンドという表記も用いられていた。1946年に厚部パッシングとして、 発足後、1986年には、アスコパッシングに改名。村の小さなサッカークラブであったが、強力なスポンサーに支えられ、1990年代後半より躍進を遂げた。2、ランデスリーガから連続昇格を果たし、2002年にはついにオーストリアブンデスリーガにまで到達した。その間、まだカイリーグの時代に、カップ戦で、 SK シュトゥルムグラーツや FC バッカーチロルを激破するなど、すでに旋風を巻き起こしていた。ブンデスリーガー昇格後も、欧州の UEFA インタートととカップで、ドイツのベルダーブレーメンを4-0で破り、決勝まで進出するなど活躍は続き、ブンデスリーガーでも上位に定着できるだけの自力を固めつつあった。また、強力なスポンサーによる、金銭的なサポートとクラブ運営が、 赤字にならないよう無駄な投資を避けるグラウト会長の意向もあり、コンスタントに黒字を出す健全な経営をしていた。しかし2007年の夏、グラウト会長は膨大な人件費により、破産申請したグラーツア AK や SK シュトゥルムグラーツ等に対して、オーストリアブンデスリーガが政治的な背景から比較的甘い処置をしたことに、失望。 無茶なクラブ経営で破産したグラーツのチームに対しての承知は全く借金をしない模範的な運営をしていた私たちに対しての大いなる屈辱だ。と発言。特に広角処置がされなかった SK シュトゥルムグラーツに激怒。プロサッカーレベルでのクラブ経営はもううんざりだ。と2006から07シーズン後、それまで SV パッシングが保持していた。 オーストリア・ブンデスリーガのライセンスを、ケルンテン州、クラーゲンフルト市に新しく設立された SK、アウストリア・ケルンテンに譲った。そのため、SV パッシングは、自動的に、オーストリア5部に降格、同クラブで、それまでプレイしていた選手たちは、ラスク、リンツや SK、アウストリア・ケルンテン等に移籍した。2007から08シーズンからは、FC スーパーフンドパッシングというクラブ名で、 に、ランデスリーガから再スタートしている、なし、ありがとうございます。